えー、おはようございます。ことです。えー、暑いですね。もうあのー、扇風機だけで生活してましたけど、まあダメですね。死にますね。うん。もうあのー、地獄。えー、まあ地獄なんですけども。えー、っと、今日はですね、あのー、これ、えー、これ知ってますかエナージェルっていうボールペンなんですけども。これめっちゃ書きやすいんで。 ぜひ使ってみてみください。ちょっと高いですけどねこのエナージェルの0.5ですねこのキャップ式の方これスラスラかけるんでおすすめですまあそれは置いといてですねえー、今日はですね、えー、さっさと売れってことについてお話ししていきたいと思いますなぜ今日はこの話を、えー、するのかと言いますとですね えー、たくさんの人はですねまあなかなか売らないですよね1個のアイデアが思いついてその、えー、アイデアを実行するまでにまあ1ヶ月2ヶ月3ヶ月、えー、ひどい時にはもう何もやらずに終わるっていう、えー、残酷なこともありますけども、えー、これですね、えー、そういう人が多いんで。 今日はこの話をしていくんですけども、えー、これどういうことかっていうと、あのまあ、そもそもその、えー、あなたが作った商品、サービスですね、新しい、まあ、例えば新商品、新しい商品、サービス作ったとしましょうよ。で、それをですね、えー、売れるか売れないか、そんなもんはわかりませんよね、出してみんと。お客さんに実際に出してみないとわかりません。なので、えー 早くですね、作って、もう完璧を目指さない完璧を目指さずに、えー、さっさと作ってさっさと出すさっさと広告書いてさっさと出すでお客さんの反応を見て売れんかったらまた作り直して出す売れたらそれをまた続けながらテストしていく繰り返し改善していく、えー、次新規だったら新規リピートだったらリピート 流れを作っていくとかですね。えー、とりあえずさっさと打ってください。えー、でないとですね何も分かりません。もう打って実際にお客さんの反応を見て、えー、反応を見ないと次の、えー、改善する点というのは全く見えませんよね。なので、えー、早くテストするつもりでどん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 思いついたアイディアをですね、えー 素早く、素早く、売っていく。これはも不完全でいいです。むしろ、あの、えー、たいその商品の、えー、どれくらいだろう。まあ100、100%で完成としたら、まあ30、30%から40%の完成度でもう出してしまうということですね。で、出してしまって、で、ね、売れたら売れたで、その次、売るもの、その次、売るもの。 どん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 考えていったらいいと思うし、えー、逆に、まあ、売れんかった場合ですね売れなかった場合はまあそもそもそれ作った一生懸命長時間かけてその商品を作っただけ無駄になりますよねなので思いついたことはまあ売れなかった場合の時間のロスを考えると、まあ、さっさと出して反応を見た方がいいわけですね無駄な時間を節約できるってことなんで できたら、えー、まあ全然そんなえー、怒鳴られたりとかそんなことをね一時期にしてると何もできませんもう死ぬほど怒鳴られた経験もありますけどもまあそれをね、あのー、乗り越えて達成しないといけないことがあるんですよね あると思うので、えー、これを見てるあなたは絶対あると思うんで、えー、ぜひですね最終的に自分が到達したい目標もちろん常に意識して、えー、クレームを恐れずに、えー、怖がらずにどん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 新商品新しいサービス、えー、新しい、えー、まあなんかどん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 新しいことですね、えー、始めていってみてください。 えー、そうすることによってですね、えー、どん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 、えー、あなたのお店をね、えー、改善する点だとか、えー、得意分野とかですね、そういうのを見えてくるんだと思います。じゃあ、そんな感じでやっていってみてください。じゃあ、今日は終わっていきたいと思います。ではまた次回。